カシミヤのおかげで生活は安定し、今の暮らしには十分満足していると、イーサン夫婦は口を揃えます。最开心的就是幼儿园，就是这个幼儿园。啊，就是每天。哎，幼儿园在九月末开，当时三十岁收入是总共是多少钱？旦那さんはまあまあ稼ぐし、奥さんは結構誇らしいみたいですよ。我觉得可不可以的，满意的。我觉得我们俩也挺般配嘛。はい、はい。こちらのカシミヤ業界はどうやら景気悪くないみたいですね。ヤギ会のツァーさんの表情だってほら。政府可以的，最近的这个大增产开发的话，这个改革开放好多些这样子，反正总共有五千。今では世界最大のカシミヤ生産地の一つとなった内モンゴル自治区。中国政府も近年この広大な牧草地の保護やカシミヤ産業の育成に力を注いできたことがその背景にありました。